皆さんこんにちは、ゆっくりマリサだぜ。ヨウムだにょん。本日は2024年7月10日に行われた、第83期順位戦、B 級2組2回戦。藤井猛九段と、久保利明九段の一戦をお送りするぜ。さて、1回戦が一巡し、2戦目となった順位戦、昇級3名を争う戦いは始まったばかり。そしてこの2回戦、大注目のカードが実現したぜ。東西の振り飛車闘争本山、いわゆる御三家のうちから、天帝と久保九段の激突です。では、対局の前にプロフィールを確認していこう。まずは先手の藤井九段。1970年9月29日、群馬県沼田市出身、西村和義九段門下の53歳、今期竜王戦2組、順位戦 B 級2組、タイトル戦登場7回で竜王を3期獲得、一般棋戦優勝8回、将棋の歴史上、最もインパクトを与えた戦法、藤井システムの考案者にしてみんなの天帝、その序盤研究は、同じ振り飛車でも、名前を伏せても誰が指したかわかるくらい、節々から滲み出る藤井節。軽く囲って盤全体で前進する、軍隊を指揮するような、進軍が特徴だ。守りの駒がいつの間にか中段にいて、玉頭戦を制圧する、そんな展開を目指しましょう。本日は先手、相手が誰だろうと振ってくる。生粋の振り飛車党、あとはどの筋に飛車を振るのかな？それでは続いて、後手の久保九段。1975年8月27日、兵庫県加古川市出身、淡路仁茂九段門下の48歳、今期竜王戦1組、順位戦 B 級2組、タイトル戦登場15回で7期獲得、一般棋戦優勝6回、藤井九段とは対照的に、軽快な飛車さばきと豪快な切り方、終盤のタコ粘りが特徴で、同じ振り飛車党でもここまで違うのか、そう思わせる組み立てに注目だ。そして本当のところを言うと、実は振り飛車党というより対抗系統、相手が居飛車なことが多いので振ることが多く、今回は振り飛車党の藤井九段が相手、おそらく、相振りにならずに居飛車を指し、正面からのさばき合いの展開になりそうです。そして久保九段の特徴として、端攻めが非常にうまく、有利を築いてからの強撃、不利な時は粘りながらの反発、お互いの王様がいるサイドの攻防に注目だ。さあ、それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カニョン。今回はヨウムが先手、藤井九段。マリサが後手、久保九段だぜ。それでは、お願いします。さて、今日の相手は久保九段ですか。長年、振り飛車の竜として比較され続け、意識しないわけにいかない相手です。そして久保九段は相振りを回避しながら、飛車を正面からぶつける対抗系統。きっと、私が振り飛車を指すことを前提に、居飛車で来るとは思いますが、なんかそれでは尺ですね。なんというか、マーキング？私は居飛車を貫く宣言で。7八飛車、決意表明の初手7八飛車戦法です。8四歩、対抗意識がすげえな、おい。そりゃそうです。7六歩、これが意識せずにいられるでしょうか。いや無理だ。8五歩。さあ、早速対抗形が決まったところで。7七角、飛車先を止め、どこまで囲うか決めていきましょう。3四歩、まずは角道を開け、交換準備。6八銀、角道を閉じず、交換に応じる姿勢です。7七角なる、では遠慮なく手元に収めよう。同桂、素早い攻めを意識し、桂まで取ります。4二玉、先手は急戦模様、備えを作ろう。8八飛車。3二銀。4八玉。少し早めに端を突き、伺いを立てる。1四歩、あなたは穴熊の石がありますか？どうしましょうかね。3八玉、せっかくだから、挨拶を返さずまっすぐ行きましょう。1五歩、ならばと突き越し、陣地を押さえつける。5六歩、左銀の進路を開け、玉頭に向かいます。3一玉、まずは軽く美濃に囲う。2八玉。5二金右。5七銀。先手の左銀の進出を意識して。4四歩、上部に手厚く、面倒を見よう。3八銀。おっと、端を押さえられているのに美濃に囲うか。9四歩、だいぶ先手玉は狭くなるがいいのか？2六歩、ので、銀冠無理への変形も意識します。9五歩、逆も位を取り、端の制圧を意識する。4六歩、やはり私は玉頭に厚みを作ります。6二銀。5八
近左。先手はこのまま厚みを意識して、高美濃や銀冠を目指す意向が強そうだ。おそらく、得意の玉頭戦に持ち込みたいのだろうが、いずれにせよ、右の桂馬が鍵を握る。桂馬を跳ねるには1筋または3筋を開ける必要があるが、現状すでに、1筋の位は抑えているので、あるとすれば、3筋からの跳躍だろう。ならば、そもそもその足場を作るのを邪魔しに行って。3五歩、先手の狙い、厚みのある陣形を作らせない。5五歩、なんですかこの窮屈さは。4三金、先手の駒組みを逆用し、攻めに出る。2七銀。5一銀。なんか思っていたのと違いますが。3八金、金銀が連結、銀冠無理に移行します。4二銀。右銀も陣地に組み込み、分厚く構える。にしても、私の陣地は窮屈です。この窮屈さが穴熊ならまだわかるんですが、美濃や銀冠で、この息苦しさは気持ち悪い。特に、ピンチになった時に逃げ込むための、端のスペースが抑え込まれてしまっており、終盤の詰むや詰まざるやの局面で、粘る余地を作れません。誰が言ったか振り飛車の勘桶。ただ、よく見たら後手の形も、中央への備えはしているものの、むしろ陣形が壁になり、端から攻めればひとたまりもありません。そう、棺桶はお互い様なのです。それなら、左辺で戦闘が始まる前に端で戦いを起こし、16歩、逆手にとって攻めに出ます。同歩、端から回戦とは、随分強引だな。同香、取らせて裏に歩を垂らしましょう。もちろん応じず。14歩、強者を浮かせたことを咎めたい。その歩を狙い。47角、焦点を作りつつ、飛車の頭も押さえます。4号歩、角や桂馬は、頭を攻めるのが常道だ。同歩。歩切れなのですぐには攻められないが。8四飛車、綺麗に4段目が通り、飛車の動きが気持ちいい。8九飛車、下段に落とし、守りにバランスを取ります。3三角、上タフと、1筋の装填に当たりをつける。むむむ、歩を取られると。純粋に持ち歩を作られ追い返しても、3三に戻った時、端に攻めのパターンが増えるだけ。では、歩を取らずに1筋を攻めても。1号歩に、同香、同角から、強者を手元に収められ、戦いの火種を燃やしに行っても、1筋に強者の守りが消え、自力が危なくなるのが怖い。一歩取ってより重い一撃を狙うか、あるいは直接1筋を抑えに来るか、どちらか片方しか防げない、という究極の選択ですね。仕方ない、ここは。4六銀、中央を守りつつ、3筋の歩も、タイミングを見計らって払いましょう。1号歩、では、遠慮なく端に手をつけるぜ。むむむむ、同香。同角。角のラインが剥がれたことで、3筋の歩を。3号銀、取り払って小銀にかかる圧を消します。3三角、元に戻り、強者のラインが通る。ぐぬぬ、4六銀。その歩を守る銀が、実は浮いているので。2四角、一手間かけて、銀に当てる。5七金。さらにもう一技かければ、金銀の連結も、三三桂、ほぐすことができそうだ。続く桂跳ねが金に当たるので、それを避けようと5六金とすると。後手の狙い、飛車を中段でさばいていく戦略が見事に刺さり、角切りからの7六飛車がまさに激痛。金桂両取りで、中央に U を作られ、なおかつ1筋の突破も秒読み段階。ちょっと、これは収拾がつきませんね。応援してくれるファンのためにも、かっこいいところを見せたかったですが、見事にさばき切られてしまいました。これは手も足も出ない、乾杯ですね。負けましたー。ありがとうございました。ふえん、身ぐるみ剥がされちゃった。これはマサオくんもびっくり、乾杯です。飛車角の大駒をさばかれ端も突破され、桂馬も跳ねて玉頭を目指し、なおかつ、窮屈な陣形では、これ以上の抵抗は無意味、との判断ですね。天帝がここまで作戦負けするのは珍しいが、ちょっと構想にボタンの掛け違いがあったかな？さすがに、ちょっと要所圧迫されすぎたな。まず、美濃の弱点といえば端と小瓶だが、その両方を抑えられ、窮屈になり、桂馬が出にくいから玉頭戦もやりづらい中。久保九段は戦力を盤面右に集中。同様に、狭い後手玉となったところ。意を決した先手が反発に出たところまではまだ良かったが。46手目、三三角とされた時にはもうだいぶ厳しく、最後の最後まで、自陣の圧迫が息苦しく、何もさせてもらえなかった感じだな。先手目線、端をちゃんと返しておくか、あるいは割り切って急戦に出るか、金無双気味に、端の影響が少ない陣形にするか、ちょっといろいろ中途半端になってしまった、というところだろう。
それを踏まえた上で、後手の久保九段は、抑えるべきところをきっちり抑え、その上で飛車を浮き、端から端まで躍動させ、まさに芸術的な駒さばき、惚れ惚れするような、鑑賞劇だったな。もうあっぱれとしか言えないぜ。ぐぬぬぬぬ。この結果を受け、順位戦の成績は、両者ともに1勝1敗となったな。これから春先まで約9ヶ月、お互いリーチ返り咲きを果たしてほしいですね。さあ、それではこの辺りでお開きにしましょう。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録を。ニコ動をご覧の方はいいね、フォローお願いするにょん。さあ、それではこの辺で。バイバイキン。